デビュー11年目の石川幸と騎手が、オークス、3歳メス、GI、芝2400メートル、の小金の空、メス3、美穂、菊沢隆則旧車でクラシック初制覇を目指す。石川騎手は14年デビューの28歳。これまで JRA で通算288勝。ここ3年はコンスタントに30勝以上を挙げている。重賞は8勝。 一昨年にはチャンピオンズ C を純ライトボルトで制し、JRA、GI 初制覇を果たした。しかし、クラシックは10回起乗して20年日本ダービーのブラックホールの7着が最高着順となっている。オークスのパートナーは小金の空だ。昨夏のデビューから3着、2着、4着と赤杯が続いたが、4戦目の未勝利、東京芝1800メートルで初勝利。 半年の休養を挟み、1勝クラス、中山芝1 8 0 0ルで2勝目を挙げた。そして前走のスイートピースで石川騎手と初コンビ。初のオープン挑戦とあって6番人気の副兵評価だったが、中段から鮮やかな差し切り。一気に歌詞の惑星へと浮上した。父ゴールドシップ×母の父老地図因名の配合は、 同じくビッグレッドファームの生産場で21年のオークスを制したユーバーレイベンと同じ。そういった意味でも不気味な存在だ。石川騎手の JRA 重賞発祥中、実に半分の4勝が単勝20倍以上だから、人気薄でこそ侮れないジョッキー。ここでもあなたを喜ばせて、初のクラシックタイトル獲得となるか。その手綱さばきから目が離せない。